はいどうもソラです。ということで今回は前シーズンの PVP で1位を取られていた方のパーティーを完コピして PVP やっていきたいと思います。いやこの企画ねずっとやりたかったんですけど、ちょっとこれまでねできなかった理由があって、前シーズンだったら例えば覚醒バーダックが入っていたりとか、その前だったら何だったっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、そういった形でね僕の持ってないキャラがね入ってるパーティーは結構1位のことが多かったりしてね、なかなかできなかったんですけど、今回ねようやくねできるということでね、早速ね楽しみに使っていきたいと思います。もちろんねフラグメントも合わせて全部ね完コピしているんですけども、ちょっとね唯一違うところを述べると、このね壊れちゃう悟空、緑の悟空なんですけど、こいつのね凸が非常に僕は低いとうん、それぐらいの違いで、身勝手もね確か5凸とかだったと思うので、あんまりね差がなく使えるということで、今回はこのパーティーどれだけ強いのかというのをしていきたいと思うので、よろしくお願いします。ということで早速試合の方に移りますが、よければチャンネル登録グッドボタンぜひよろしくお願いします。それではどうぞ。はい、ということで1戦目よろしくお願いします。お相手は未来サイヤーですね。バーダックが入ってる形なので、おそらく青2枚は来ないとは思います。ということで選出はとりあえずねこっちも強いところ出していくのが無難かなと思うんですけども、あ、そっか、黄色枠がいないですね。なので紫2枚で出していきたいと思います。はい、ということで対戦よろしくお願いします。ちょっとね遅れましたが、今回もね一応後付けでやってるのでよろしくお願いします。ちょっとね年末でねちょっと言い訳になっちゃうんですけど、なかなかねちょっと時間が取れなくて、 PVP もねまだあんまりそのレートの方上げれてなかったりするんですけど、ね、そんな中でねとりあえずね最近ここ3日間連続なんですけど、まずね3連戦やってみて、それでねどんな感じの結果になるのかって感じで撮ってて、今日もね3回だけ試合やって、それをね全て後付けしてるんですけど、いやいやねまあ軽くネタバレになっちゃうんですけどね、やっぱりパーティーのポテンシャルがめちゃめちゃ高いです。ということで今ねまあいい感じのね勝負をしているというところで、とりあえずね仕切り直しですね。でここら辺はとりあえず特殊でちょっとねやりたいなと思ったら、相手ね射撃キャンやってこなかったんで、ここはね繋げちゃいますと。結構ねフラグメントを見ていただいたら分かると思うんですけど、基礎なしの結構捨て上げのものをいっぱいつけられてるんですよね。でもちろん浴び枠にカカロット悟空が入っているので、結構ね耐久もすごい出るんですよね。一番分かりやすいところで身勝手がね普段使ってるのよりもねよっぽど硬くてねすっごい使いやすいんですよね。というのもね含めてまあすごい勉強になるなと思いながら僕は回してます。普段の自分のあんまりなんかつけないような、フラグの付け方されていたので、こういう付け方すると改めてね全然なんかキャラの性能違って感じるんだななんて思いながら、1戦目はありがとうございました。はい、2戦目よろしくお願いします。1戦目なんですけど、なんかね気づいたらまともにね試合の実況しないで終わってたんで、ちょっと2戦目からねしっかり試合の方の解説しながらやっていきたいと思います。ということでお相手は青染めなので、黄色入れて緑入れて、あとは無難なところで僕は使いやすいのでブルー悟空今回は出していきたいと思います。はい、ということで対戦よろしくお願いします。初手はレジェロ悟空から安定ですね。こいつ援護性能もあるんでね、やっぱ初手に出しやすいんですよね。いざアーツ回っちゃってもある程度ね受けれるんでね。ということでアーツ入ったんで壊れちゃう悟空で攻めていくんですけど、さすがにね青染めのねブルー悟空相手はね、まあこの凸じゃあんまり削れないなーなんて印象はあります。まあ必殺がね強いキャラなんでね、まあ後々必殺当てるところを見ていただけたらと思います。ということでとりあえずねここはいなされながら合わせながらで、お相手結構ね前進して多分回避読みとかね入れてこようとしてるような気配があったので、そこに合わせてね結構ねガツガツガン攻めスタイルでやるように心がけながらやってます。でとりあえずもうねボール溜まってライジング見えたんで、ここはもうね早々に1体落としちゃいますということで、ドーンといくんですけどベジブルが来ると。で結論から言うとこれ読まれるんですよね読まれちゃうんですよね。まあなのでねそっからねどう持っていくかというところで、最近意識していることなんですけど、こうライジングでやられた後に焦らない、相手のタックルとかもゆっくりとねちゃんとね見て受けるときは受けると。でここもしっかり見て回避読みして、無事ねライジングはミスったんですけど落としきると。焦らないことって本当ねなんか最近のライジング、ちょっとね仕様変わってからね結構無理やりねアーツ打ったりとかね接近してたりとかね結構される方も多いと思うんですけど、意外とねあの動きってあんまり強くないなと思ってて、僕も結構やってたんですけど、あれでね逆にアーツもらって結局ね各班行くって受けてるようなねそんな流れとかも結構あったんでね、最近は意識するようにしてます。ということでとりあえずいなされながらですね。でここで相手に見られちゃったんですけど、そっからね即圧が入っちゃうと、
仕方ないんで、まあデジェル悟空で受けますと。うん、とりあえずねデジェル悟空がねある程度受けに回ってくれていいんで、ここはね安心して受けます。でも結構ねやっぱブルー悟空強いんですよね、青染めに入ってると、うん、すっごい火力出る。でここはタックル見られちゃって入れられますね。ここタックルした理由なんですけど、まあ相手ね一応数のリレーこっちで勝ってるのをあの分かってる上に、なかなかにその場に回復もあるメイン切ってこないだろうなという読みでやったんですけど、まあそれをね逆に読まれたなって感じがします。でここは大飛からシュンシュンの後すぐ単発で釣って、うん、ここはもうねアーツレンダーで落としちゃうと。身勝手もね、まあ人によってなんか結構そのシュンシュンした後の癖とかもあったりするんでね、そこを見るの大事かなと思います。即アーツ打ってくる人だったり、うんと回避ねとりあえず入れようってやる人だったり、うん、結構ねいろんなパターンの人いるんでね、早々にあの身勝手の癖を読めるといいかななんて思います。でここはとりあえず合わせて、でしっかり避けて、やっとね壊れちゃう悟空も出番来たんで、ここは連打して必殺ぶち当てますと。多分なんですけどこれね、それこそ赤二凸とかだったら落とせてるんですよね。うん、って考えると青相手、うん、まあ穴がち悪くないななんていうのはここら辺で感じました。で最後はこれ避けられて、でアーツ決められるんですかね。うん、で相手これね勝ち筋を追うのに多分わざと外してるんですよね。なので最後はしっかり見てライジングはドンということで、対戦ありがとうございました。はい、ラストよろしくお願いします。ラストはうんとソンパですね。ということで多分青と緑は出てこないと思うので、それに合わせた形でまず青枠は出しますと。でうんと相手青出てこないとはいえ、こっちね赤枠はねこれねアビ枠かななんて思ってるので出さないで、うん、ちょっと悩ましいんですけど身勝手とデジェル悟空でいきたいと思います。はい、ということで対戦よろしくお願いします。またデジェル悟空から開始します。でうんと振り属性なんですけど、最初からねガツガツ攻めてきます。で相手のうんと回避読み、うん、キャラチェン回避読みで単発打ちに行ったんですけど、残念ながらねここね即回避したら入れられましたね。でここね重要なんですけど、最初にこの動きしたんで、もう一回ねすぐにこの動きねあのするんですけど、その時はしっかりずらして最速で回避といいます。うん、一回ねやっちゃった動きで相手にアーツ取られた動きはちゃんと覚えておいてねずらすっていうのは大事だったりするんで、そこはね意識してやってますただねデジェル悟空ねもはや瀕死というね踏ん張りしちゃったという。でこう相手なんかタクルやってきたんで、こっちタクル返しすると。で特殊見られてんで一発回避入れて、ここはしっかり見てから避けるんですけど、ドカバキになっちゃうと。お相手もすごいしっかり見てくる方ですね。ということでしょぼいドカバキなんですけど勝っちゃうと。これは運良かったです。ということでつなげます。うん、でレジェル悟空来るんですけど、こことりあえずね泥底もついてるんで、そのままレジェル悟空へ殴ってってメイン切るタイミングなくなっちゃうんで、ここももうね回復も兼ねて先に打っちゃいますと。まあ削れる分ね削っちゃおうという精神でやってます。こっちね赤いないのでね、どっちかというとそのレジェル悟空、うん、相手のレジェル悟空がだいぶ重たくなっちゃうんで、ここはね削れるだけ先に削っちゃおうというのを僕は結構意識したりします。でここは射撃キャンやって、でここですね、これもう一回前進して避けて、今度はずらして最速と、うん、っていう感じで取れたんで、火力出る時間になってきたブルゴクでつなげてますと。で必殺までですね、なかなかねボールがたまんないんですよね、あと1個で。ここ相手のライジングケアで、うん、しっかり見て、でもう一回見て、で相手動いてるので、これねあのアーツ読みで打ったんですけど、相手キャラチェンしてましたね。ということでレジェル悟空がこれで踏ん張りまでですね。これ結構美味しかったなと思います。ドンと。でとりあえずチェンジして、うん、ここは様子見しながら、うん、残念ながらやられちゃうと。うん、で仕方ないんでこれはもうレジェル捨てちゃうと。うん、これ痛かったなと思います。このプレイはね結構痛かったなということで、ちょっと見ながらタックルで釣ってスッと。うん、相手ね絶対このブルー動く一番落としたいと思ってるだろうなという読みで、タックルねしっかり釣らしながらやってみたんですけど、ハマってくれましたね。ということでつなげてって、でここはもうねライジングね遠距離から被せてやろうっていうので、ライジングボタンねちょっとねフニフニしてるかなっていうのが見れると思います。でとりあえず回避入れて単発でいなして、身勝手チェンジですね。でここでねこっちはねあのご飯をめちゃくちゃ落としたいんで、しっかりと狙うと。もうここはね完全目押しですね。最悪レジェル悟空変えてくるかなと思って、その場合ね、うん、相手のあのキャラチェン回避多分してくるだろうなと思ったので、そこに目押しで合わせようと思ったんですけど、うん、無事ね普通に合わせてましたね。という合わせてたっていうか、あのうんとご飯に合わせてましたね。
でとりあえずここはつなげてで、まだ交代が回ってないからやばいというところで食らっちゃうと、うん、今のはね射撃打つべきでしたね、うん、回避削るという意味合いでもやるべきだったかなと思います。ただ相手ねこれバス消ししてるんで全然もらえません。身勝手ね耐えますと。硬いですよね。これもねカカロット悟空がいる、うん、ためかなっていうのも思うんで、うん、改めてねあの枠っていうの意外と重要かななんて感じました。ということでここはつなげてブルー悟空の方が強いんで殴って殴って落ちと。強いですね。身勝手が耐えてくれたのが非常に手がかったこの試合は。でしっかり見てこれで落ちるかなと思ったんですけど落ちなかったんでちょっとねこれは打撃からしっかり入るべきでした。ということで僕の下手くそです。ただ身勝手まだね使ってないんでシュン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 避けてで特殊見えてるんで特殊からね安全にアーツを決めて対戦ありがとうございました。うんパーティー非常に強いです。はいお疲れ様です。いかがでしたでしょうか。うん最初に見た時はね正直例えば緑枠スーパー海洋圏の方がいいんじゃないかとか青枠バカ野郎じゃないのかなとか、まあ、赤枠いなくてちゃんと回るんかなとかいろいろね考える部分はあったんですけど改めてねこれちゃんと使ってみるとねめちゃくちゃ強いパーティーでした。さすがねうん、1位取られてる方のパーティーだなーと感じました。うん、赤枠もね今の環境だと青が多すぎてねそんなに生きないで加えて、まあ、後手部の再録とかも来たので再生にね入れてくる方とか、まあ、バカ野郎を入れてるねタイプも増えてきたりとかしてあんまりね赤枠がねちょっとね生きづらいかなーなんて感じるのでまあうん最悪必要ないかなーっていうのは同意見だなと思いました。壊れちゃう悟空ねしっかりねとつったらねもっともっと強くなるんだろうなーっていうのね期待持てるパーティーなのでね今後もねちょっとね回していきたいなーと感じました。ということでね皆さんもよければぜひねレート上げに使ってみたらいかがでしょうか。ということで今回はこれで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、グッドボタンぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画で。バイバイ。